モイネシュティはルーマニアのバカウケに位置する都市。2002年時点の人口は24,210人。地名はルーマニア語で小雨か急行」コサメカキュウコウという意味のモイナから派生した。大規模なユダヤ人のコミュニティがあった時期があり、ユダヤの文献にもモージョナッシュととしてよく登場する。1467年に最初に歴史上に登場する。 1783年に作成された地図には、モルダビアの村として載っている。ターグを宣言した1832年には188世帯、588人が住んでいた。1921年、モイネシティは都市型共同体に指定され、紋章と行政権を得た。2002年に自治体となった。モイネシティ周辺は、天然資源に恵まれており、石油、天然ガス、 塩、木材などが産出される。1950年代から80年代にかけては大規模な石油中失業で着々と経済を発展させてきた。しかし1990年代に全国産業が民営化されると経済は悪化し、失業率が50%にも達した。モイネシュティに生まれたダイスムを確立したトリスタンツァラを、たたえ、1996年に、 街へ至る道路の入り口に記念碑が置かれた。ドイツ系ルーマニア人の彫刻家、インゴグラスの柵で、コンクリートと鉄製、長さ25メートル、幅2.6メートル、高さ10メートル、重さ120メートルある。ありがとうございます。